もしあのまま芸大に進んでたらどうなってたんだろう。目が覚めたらあの頃に戻ったりしないかな。戻るわけないよな。あれ、ガラケー？ゼロマが7巻までしかないし、ハガナイもアスタリスクもノゲノラもないしって。あ、何言ったの。あ、2006年。過ぎた時間は決して戻らない。人生のやり直しは効かない。僕はずっとそう思っていた。今僕の目の前に広がっているのは、戻りたくて仕方なかった10年前のあの日の世界だった。